いや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 みなさんいやいやみなさんいやいやみなさん <laughs> ふわっふわふわねいやこの令和の時代にふわふわで喜びを示す人間がどこにいようかどうも、えー、J17 月4日 J2J3 が6月27日で再開決定 ということでね。まあ、喜ぶのもいいですけども。皆さん、まず対策、コロナ対策することをまず忘れずにと。ここ大事だから。やっぱね、こうやって J リーグの好きな人たちがね、やったーって浮かれてちゃなりませんよ。やっぱ、私たちもね、マスクして、ちゃんと手洗いをかけやって、もうよく食ってよく寝て、まあ、毎朝熱測ったりとかね、今まで通り、ちゃんと、ちゃんと体調管理して、密を避けなければ、またね、第二波がやってきてね、 まあ、俺らだけで世業はないけども、まあ、少しでも貢献できることあるだろうから、ここは気をつけていきたいというところで。えー、6月15日に対戦カードが発表される模様で、えー、で、やっぱ近隣のクラブとの対戦がね、最初は多いですよと。なんかツイッターでもなんか出てたね、こういうグループなんじゃないみたいな。まあ、いろいろ説はありますけども、どうなるか。あとは、一応全試合一応消化する方向でいってるみたいだね。 うーん。え、だから、ねえ、この密を避けましょうっつってるけど、この日程の密はこれ避けれないよね、どう考えても。まあ、俺らからするとこの密は、ちょっと嬉しい密。まさに蜂蜜のような密ではございますと。ちょ、あれ、今日俺、冴えてるかもしんないよ、これ。ふふふふ。ねえ、だってやっぱ土曜試合、水曜試合、日曜試合か、も、まあ、選手からしたらしんどいけど、やっぱサポーターからしたらね、もう楽しいよね、週の間に本当に試合挟んでくれるとね。うん。 な,なんかまた密かけてなんか言おうとしたけど言えなかったな <laughs>。はい。ってところで、まあまあ、まだ1ヶ月はありますし、うん。まあその間にほんとね、世界、まあ日本もね、こうどうなっていくかわかんないけども、とりあえずまあ、1ヶ月後再開ということで、各チームも練習再,再開したんじゃないでしょうか。ええー、楽しみでございます。ねえ、マリノスなんかなんか、ねえ、ちょっと2人もね、代表クラス取っちゃってちょっと強そうだね、完全ね。ちょっとマリノス強そうだな。 っていうところもあったり、うん、いろいろありますけど、はい、楽しみです。うー